昨日午後、米沢市の飲食店が焼ける火事がありました。怪我人はいませんでした。昨日午後3時ごろ、米沢市万世町片子にあるお食事処喫茶亭の厨房から火が出ていると、70代の男性従業員が119番通報しました。火はおよそ1時間40分後に消し止められましたが、調理場などが焼けました。店は昼の営業を終えた後で、客はおらず、けが人はいませんでした。米沢署によりますと、出火当時、店内には従業員3人がいて、後片付けをしていたということです。今日午前9時から、警察と消防による実況見分が行われ、出火原因や焼失面積を調べています。この飲食店は従業員の高齢化などのため、今月30日に閉店予定となっています。